はい、皆さんこんにちは。本日はですね、ハンガーノック対策最終章ということで、この私の林道の相棒トレックエクスキャリバー9の軽量化をやっていきたいと思います。メインのパーツはこの2つでありまして、こちらはカーボンのフラットバーで、こっちが、軽量のクロカン用のレースフォークです。で、あとすでにやってあるところとしてはですね、このシートボスト100mm ですね、10センチカット済みです。でそれによって 80g も軽くなっていますけれども、それと同時にサドルをですね、ちょっと源流で長時間、重い荷物を背負っているとお尻が痛いので、前シクロクロスバイクで使っていた、ゲル入りのサドルに変えております。そのため、これが前のサドルよりも、50g ぐらいの重いので、差し引き30ということで、この辺はちょっとプラマイゼロということなんですが、でまずじゃあハンドルバーなんですけど、デフォルトのボントレガーのハンドルバーの重さが非公開なので、後で測るのが楽しみなんですけども、外産だと100、うまくいけば100軽くなるかなというところです。でこいつがね、これがもうね、半端ないですよ。もう持っただけですごいんですよ。で、先日ルイガの、友達のルイガのバイクをチューンアップしましたけれども、あれの時に、ちょっと奥に見えておりますですね、私の飛び跳ね用のバイク、つばぐらのブロモズ、あれにマニ島の、R7 というですね、非常にレトロな、サスペンションを入れてありまして、あれを持った時よりも軽いです。というのが当然 1400g 切っておりますので、もうモックみたいですね。サスペンションだと思って持つと、なんこれモックですかっていう、展示用のプラスチックモデルですかっていう感じです。すごいですね。だからこれはですね、前デフォルトで入っていたロックショックスの2018年モデル、リーコン RL というモデルがありまして、それもですね、重量がちょっと公開微妙なデータしかないんですけども、2キロぐらい実はあるということを知りましてですね、それで急遽この最終章に踏み込んだわけなんですけれども、そのサスは、実測したところですね、 2.3 キロありましたもんで、単体これからコラムカットとかしますけれども、そういうことをやっていくとフロント周りで1キロ軽くなるというすごい、軽量化が実現できると。で私、これまでに何度かその源流長江とかで激しいロングラン厳しいのをしましてですね、平地と下りの性能はバッチリなんですけど、何が足りないかというと、やっぱり上り坂のしんどさで、ちゃんとトラクションもかかるし、むしろその前のクロスバイクよりもかかる傾向にあるし、ギア比も問題ないんですけど、やっぱりね、長距離急登を続けるってことがね、しんどいんですよ。じゃあ何なんだろうって突き詰めたら、やっぱり重さですね。で、これカタログ値だと 12.6 キロ。M サイズで 12.6 キロ。で、実測で 12.7 ありましたんで、12キロ切ることができるだろうということで、早速採用していきたいと思います。じゃあまずコラムカットですね。いただき物のスノーピークのチタンマグでやります。ちなみにこれパイプ、シートポストカットしたやつ、このボントレガーっていうのもね、アメリカのサイト見るとまだもうちょっと乗ってるんですけども、こういう完成車につけてる、このボントレガーっていうのはトレックと合併したパーツメーカーみたいなやつなんですけど、合併したっていうかね、トレックのブランドになっちゃってるんじゃないかな。こういうのはないんですよね。多分これコンプっていうモデルとほぼ同じものだとは思うんですが、私のですね、この愛用している長袖のポロシャツ、Amazon で買えるやつなんですけど、バートンって言ったっけな。これのね、胸ポケがちょうど iPhone 8を7を入れた時に若干パツるんで、
ライトホルダーにものすごいいいんですよ。というのを前回、ルイガノの整備をしている時に気づきました。よし、ちなみにカットしたパイプが43、まあ粉も含めると45ってとこですね。今クリープがですね、8月12日に切れちゃいまして、賞味期限が長らくブラックにはまってましたんで、消費するべくですね、また一時的にアマチャに戻ってます。流行りの企画はこの上のところがですね、旧来のオーバーサイズという1と8分の1なので、このステムは、ずっともう10年前のところが使えるんですけど、下がですね 1.5 っていうテーパードの規格になってまして、まあ、これ見ると分かるんですけど、こう下の方が太くなって剛性を確保してると。ここからああいう飛び跳ね系の人とかね、ボギッと折れるっていう例がありましたので、強くしているという形で、この下玉押しをですね、司るパーツ、これ下玉押しですけど、これがですね、私が持っているそのオーバーサイズの工具、これ下玉押し圧入工具って言うんですけど、当然これが入りません、使えません、これ止まっちゃいますんで。なので今回ですね、ホームセンターでこんな場が長いのしかなかったんですけど、直径40ミリの塩ビパイプです。こんな感じ、スターファングルナットの圧入をしていきたいと思います。先ほど申し上げた通り、上はオーバーサイズの規格のままですので、キューライの工具が使えます。このままプラハンでいいんだよね。304g、 重っ、 150g か。じゃあほんとね、フロントは1キロかな、60ぐらいですね。あ、でもやっぱ動きはスムーズですね。新
かり取れてないのにこのスムーズ感っていうのは、これやばい、マジでやばい。重量バランスもね、そんな違和感ないですね。前だけやたら辛いってことはない、まあ、明らかにもう前の方が軽くはなりましたけど、本当にプリミティブなマウンテンバイクって感じします。11.795 きたー。うん、まあこんなとこですね。はい、試乗でございます。お分かりになった方も多いと思いますが、治ったと申し上げたマイクアダプターですが、やっぱ引き続きちょっと調子が悪いですね。なんかどうも接触不良も併発してるような、そんな素振りが見られます。はい、で、印象なんですけど、まあ、とにかく軽いですね。でこのハンドルバーもですね、まあ、720でちょっと長すぎたんですけれども、670というちょっと珍しい幅でありますけれども、まあ、私の体格にもあって非常にいいかなというふうに感じます。でこれオフセットがですね、当初の51から44って変わってるんですけれども、まあ、私はよく分かんないですね。そんなに、トリッキーにレーシーに黒缶のコースを攻めてるわけではないので、で複数今回箇所変えちゃいましたんでね、まあクイックになったような感じはちょっとする気はちょっとありますけれども、まあプラシーボ効果の範疇かもしれません。で字幕にも出ておりますけれども、まあ、ロックアウトがちょっとやりづらいかなというところはあります。でコンプレッションの調整が非常に何十段階もできまして、ただそれは使いづらかろうということで、このクイックに3段階、ハード、ミディアム、ソフトみたいな、青いレバーで切り替える機能もありまして、でそれで事実上ファームにすると、ロックアウト状態になるんですけども、まあ、これをちょっと小刻みに、以前のロックショックス、リーコン RL みたいにリモートレバーでやるっていうのはできないので、まあ、そこはちょっと、まあ、トレードオフですね。シンプルに軽量化できるというのと引き換えに、そのような面倒を引き受けたということであります。で動きは非常に良くてですね、で良すぎてちょっと動いてるかよくわかんないような、そんなような感覚すらあるという印象であります。でリーコン RL もすごく動きは良くて、友達のルイガーの組んだ時に最初についていた 2.5 キロぐらいあるですね、サンツァーの安いサスペンションも、まあ10年前はこういう動きするサスペンションはなかなかなかったよなっていうぐらいに、すごく、全体的なその水準が上がってるなっていう気がしました。はい。で、まあ今回1キロ軽量化成功したんですけれども、まあ他にコンポーネントで、ちょぼちょぼやるとですね、またまあ5、600いけると思うんですけれども、まあ、費用対効果がなかなか出にくいところもありますし、あんまりちょっと、まあ、これジムニーの代わりに買った去年買った自転車であって、まあもう一踏ん張りですね、まあ、買った分ぐらいまた払って、一回軽量化するのもまあ許されるだろうという、セルフ財務省判断でですね、今回軽量化をしたんですけれども、まあもうちょっとお金はかけたくないですね。まあ、それよりもいろんなところに行っていろいろとですね走って、楽しんでいきたいなというふうに思っております。はい、では今回もご視聴ありがとうございました。またお会いいたしましょう。さよなら。